はい、どうも、チャンネルアリューです。はい。今日はですね、私が、チャネリングをですね、たくさんの人に、してるわけなんですけども、その中でね、不思議に思ったことが、いくつかあって、そのうちの一つをですね、今日ご紹介したいと思います。で、どういうことかというと、ですね、例えばこの人をチャネリングして、この人をチャネリングして 前世を見るわけなんですけど、こっちの人で見えた前世と同じ前世、こっちの人でも見えることがあるんですよ。別人なんですよ。別人なんですけど、同じ前世が見えたりすることがあります。簡単に言うと、例えば、クレオパトラを例にとって言いますと、この人の前世を見ているときに、クレオパトラが見えたとして、で、こっちの方をチャネリングして前世を見たときも、クレオパトラが見えるっていうことがあるんですよ。ただですね、この有名人に関しては、そうそういない、有名人はそうそういないですね。その有名人も、有名な方が転生してるっていう方ですね、はもう、ごく一握りなんで、会う確率はものすごく低いので、普通は、一般の人であることがほとんどです。はい。で、その、一般の人でも同じ前世が見えるっていうのがあるんですね。で、これ、なんでかなっていうのを、またそう、掘り下げてですね、映像を見に行ったんですけども、そうするとですね、大元の魂、こう、人間にこう、生まれてくる時の、転生する時の魂がですね、本当は、最初は一つなんですけど、これがパカーンと分かれて、二人の人間にですね、入っていくっていう、ことがあるっていうのが、分かりました。で、これはですね、魂分けとか、御霊分けとか、いう言い方をします。はい。なのでですね、この二人ですね、同じとこを持っているので、出会うとですね、 お互いのことはよくわかるんですよ。すごく理解できる、ということがあります。もともとは一つだったっていうね。はい。なかなか面白い現象からものでして、はい。たくさんのね、人をチャネリングしていると、そんなケースに、出会うこともあります。はい。ということで、今ですね、 LINE でチャネラー流と友達になってくださいキャンペーンをやってます。あと、この動画の下に私のホームページと、あとはメブロのリンクも貼ってあるので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、ということで、チャネラーリュウでした。